ミラー・ハギンスはアメリカ合衆国をハイオ州シンシナティ出身のプロ野球選手。右投げ、スイッチヒッター。ニックネームはマイティ見て。1920年代アンキース・総ン期の監督としてアメリカンリーグを6度、ワールドシリーズを3度制覇した。1964年に監督としてアメリカ野球殿堂入りを果たしている。1904年に マイナーのセントポール球団からレッツに入団、1年目から二塁手としてフル出場を果たす。5フィート6インチ、140ポンドを要するヤンキースの戦績は圧倒的で、1926年のワールドシリーズこそ大投手、ピート・アレクサンダーの前に屈したものの、1927年と1928年には、それぞれシーズン100勝以上、ワールドシリーズも パイレーツとカージナルスを4連勝で退けた。しかし1929年、ハギンスはシーズン中に単独に感染し、同年9月19日の試合を最後に監督を交代する。最後の式を取ってから6日後の9月25日にニューヨークで死去した。ありがとうございます。